おお、すごい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 。すごい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 。これめっちゃ綺麗やな。お、トップでゴールせよ。画面の左側か右側をタップしてハンドルを操作。操作方法はポーズメニューで変更可能です。ちょっとこういう操作はあんまり微妙ですね。多分まあこれでもまだあれかな、ちょっと画質の設定が。なんか曲流れてますけど、まあ結構普通に走っちゃう感じ。上方向にスワイプしてナイトロでブースト。はいはいはい。おーおーおお、すげえ。おーおーおー、あ、マーカスキング次は誰だ。まただからな。お、ヘリコプター来ましたよ。うわ、囲まれたでやんす。気をつけて。次があればの話だけどな。おーおーおー、すごい動きやなこれ。なんかおかしい。もうヘリコプター持ってきております。さあここから運転が始まりました。なるほどね、こういうのがニードフォースピードというわけですね。はいはいはい。どんどんニトロを使っちゃいましょう。あ、これでもどうやろう、アスファルトよりいいかもしれないな。どうすかね、まあ、本当はアスファルトもやりたいっちゃやりたい。せっかくスローになったのに当たっていくっていうね。おお、逃げろ逃げろ。なるほど、よくありがちですねこれ。音がいいな、音が桁違いやな、音が。まず荷上げバーをタップして、無料のコンテナを受け取ろうということですね。BRZ ですね、これ製造無料、新マシン完了。おお、いいね。BRZ とかリアルレーシング3にいてないですもんね。こっちでは使ってんねんな。ミッション確認。これがミッションよ。どんどんクリアしてね。うわー、かっこいい。グリーンゾーン。OK。一応ここにですね、ポーズ画面がありますね。コントロール変えれんのか。傾きありますね。傾きにしようかな。ということで、開始が遅くなりましたけども、今回はですね、ニードフォースピードノーリミッツということで、こちらのゲームをですね、ちょっと始めていきたいと思います。まあ、どんどんですね、データを進めていきたいと思います。さあ、これでですね、傾き操作になったということで、まあ、多分ですね、これ、ちょっとまだ、でこれあれか、配合視点だけです。おっ、余裕ですね、これ。というか。うわ、ちょ、怖い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 。まあ、上のメーターがですね、ニトロメーターですね、ニトロメーター。ちょっと雨がすごいな、雨が。あ、ダメージとかあるんですね。あ、ガラスが割れたね、ガラスがね。はい、またダメージが受けました。まあ、今のはですね、ちょっと分かりやすいようにわざと当たっております。おーおーおー、はい。お、すごいすごいすごい、これはまた綺麗よ。
ブラックリッジマウンテン、ドリフトを決める。なるほど、ドリフトもあるんですね。ラップタイムを更新せよ。まあどうせ長押しとかこんなんとか分からんけど、下にスワイプしてドリフト開始。はいはいはい、なるほどね。マシンを前に向けてドリフト終了。何やそれ、右に曲がると。危ない、こら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 、ぶつかってるやないの。お、すごい、ちょっと危ない危ない危ない、危ない危ない危ない、はいはい、分かった分かった、ああ、はいはい、分かった分かった、すごいですね、こういうコースもあるんですね、これはすごい。お、ゆっくり、これはすごいな。あ、はい、やっとですねチュートリアルが終わりました。ですね、上のなんか左の上のとこがね、これもう完全にリアルレーシング3やなっていう感じなんですけど、まあ一応ですねマシンとしては、まあ、こんな感じでいっぱいありますね。めちゃくちゃいっぱいありますね。これトヨタ AE86、 まあこれでもほんまアスファルトみたいな感じで、なんか設計図とかですねあるんですけど、無料ダウンロード、トヨタ86、日産 34Z、ホンダシビックタイプ R、 いいですね。 C スポーツ、あ、 FD とかもありますね。 S2000 ランエボ6、 NSX、 あ、スープラ 34GTR、 なるほどなるほど。マスタング、まあここら辺マッスルカーですね、アメ車ですね、カマロ、チャージャー、チャレンジャーで、スポーツでランエボ10、911カレラ、 M4、 GT、 エキシージ、でスーパーカーが、まあフェラーリ F40 とかですね、バイパー、458イタリア、NSX、 ムルシエラゴ、なるほど、すごいですね、こんなゲームがあったとは。でハイパーカーで、ランボルギーニとかですね、パガーニとか、マクラーレンとかですね、まあここら辺のうわこれちょっとすごいな、このゲーム、このゲームなかなかいいよ。でちょっと設定のところで、あ、ないんか、画質とかないんですかね。さあ来ました、またキムガル、彼らに見せてあげなさい。さあ来ました、パーフェクトストア、トップでゴールせよ。対向車線出てきた。ドリフトは下に当たっとるかな、当たっておりますがな、いいね、簡単ですね操作はね、めっちゃくちゃ。まあもうほぼほぼ直線しかなかったですけど、なんだと。はい、ということでですね、まあちょっと進めましたら、こちらのですね、まあモッドショップというのが出てきまして、こちらでですね、あの車の改造ができます。でまあちょっとこのどうしようかな、まあ BRZ で見ましょうか。するとですね、まあ、まず分かりやすいところで言うと、このスタンスですね、スタンスで、まあ、こういう感じでですね、
車高とキャンバーですね、車高とキャンバーを調節できると。でどの車でもですね6875ドルで調整をですね保存することができるということになっております。でこのラップではですね、まあ、こういう感じで、まあ、バイナルグラフィックですね、こういろいろ用意されております。結構ですね数が多いんですよね、めちゃくちゃ多いですね。ドライバルこんなんとか、こういうなんかこんなんとかもねあります。で塗装の方ではですねこうやってこう色をですね選ぶことができます。色もですね非常にいっぱい色があって、で、キャンディーとかですねマットクローム、まあマットとかはですねまだアンロックしてないんですけど、クロームカラーとかもですねあります。はい、でこちらですねパーツで、まあ、このようにですねこうどんどんいろいろあります。まあ、これはまあボディキットなんで、まあ、フェンダーとか、つくやつなんですけど、まあ、ヘッドライトの、まあ、アイラインですね、ボンネットもいっぱいあります。でフロントバンパーでホイールですね、でミラーとかもですねいろいろ変えることができます。まあサイドスカートとかもありますし、リアバンパーもあります。テールライトですね、スモークテールとかで、あとスポイラーですね、マフラーとかも変えることができます。でこの変える時の、まあ、条件なんですけども、まあ、基本的にはですねそんなコロ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 選べるわけじゃなくて、このまあステージ4とかステージ5とかですね、まあ、ステージ2とかいろいろあるんですけど、このステージっていうのはレースをして、まあ、この車の設計図を手に入れると。で、まあ、BRZ の場合は、まあ、5枚なんですけども、5枚手に入れるとですね、まあ言うたらその車のアップグレードみたいな感じでこのステージをですね 1,2,3,4,5 ってできるんですけど、そうするとこの選べるパーツの種類がですねどんどん増えていくということになっております。一応ですね、まあ、ステージに到達してなくても、どうしてもですね付けたいパーツがある場合はこういう感じでアンロックと表示されるので、まあ50とかですねこのゴールドバーを使ってパーツを買うということもできます。で、まあ、結構 BRZ とかはパーツが多いんですけど、例えばですねこのフェアレディ 240ZG っていう車ではですね、まあ、この一発目のボディキットがすごい迫力あるんですけど、まあ、ヘッドライトとか何もないですし、まあ、ボンネットとかもですね1種類だけとか、まあ、フロントバンパーはないとかですね、ミラーも1種類だけとか、これはスポイラーはあるのかな、あスポイラーは5パーツありますね。スポイラーとかはまああるんですけど、まあ、ちょっとですね、エキゾーストも1パーツしかない、はい。まあ、こう車種によっては、そんなにないのもあるんですけど、まあ、基本的にはですね、まあ、結構ありますね。まあ、ヘッドライトはまあアイラインつくだけが多いかな。もうね、フロントバンパーとか、わあいいね、わあこれ買いたいな、めっちゃ買いたい、これこれいいっすね。うわーいいね、これはでもいいかな、あーいいですね。リアバンパー、リアバンパー、まあ、リアバンパーは結構こういうディフューザータイプのものが多いかなというちょっと印象ですね、今のとこ持ってるものを見てる感じでは。でまあ、テールライトはですね、まあ、大体はこうスモークテールですね、大体がスモークテールになると。あ、ほんでですね、そのところもこれボディだけじゃなくてちゃんとですねこうホイールも、色を変えることができます。でキャリパーもですね色を変えれますね、キャリパー。そして、こちらですね、ガラスウィンドウですね、ガラスウィンドウもこうやって色々色を変えることができます。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ結構ですねリアルなんでかなりハマっておりますね。まあ確かにアスファルトシリーズにまあ似てるところもあると思うんですけど、まあアスファルトもまあやりたいっちゃやりたいんですけどね、うん、
まあちょっとこれいろいろ悩ましいところなんですけど、まあリアルレーシング3もですね、密かにやってるんですけど、まあまたですね、まあいろいろちょっと考えていきたいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。